デリーシャ・ミルトン・ジョーンズはアメリカ合衆国ジョージア州出身の女子バスケットボール選手である。ポジションはフォワード。ワンはアトランタドリーム所属。フロリダ大学では NCWA トーナメント4回出場に貢献。全米個人賞も獲得。卒業後はビエルのポートランドパワーに入団。しかし1998年にリーグが消滅したため。 ワンバのロサンゼルススパークスに入団。2001から02以降のワンバオフには、欧州リーグにも参戦。4チームに所属して2003年には、ムク・エカテリンブルクで、ユーロリーグのタイトルを手にする。2005年、シャミック・ホールズクローをび、ドラフト一巡目指名権との交換で、ワシントン・ミスティックスにトレード。2004から05オフには、男子リーグである。 ABA のロサンゼルスアフターショックのヘッドコーチを務める。男子プロリーグの女性コーチは、同リーグのナッシュビルリズムを率いたアシュレイ・マキルヘニーに、ついで2人目。ナショナルチームでもシドニー、北京の五輪に大会、1998年より、世界選手権に大会連続金メダルを獲得している。ありがとうございます。